最初からバントの構えはしていません。バントキャッチャー候補フライになりました。送りバントできません。さあランナーはセカンドに向かっていく。セカンドはセーフになりました。ここは福田好走塁。ミスを帳消しにする好走塁が出ました。いやータッチアップですか。リボアバント失敗、キャッチャーフライ。内野が映る映像みたいですね、はい。見ましょう。ここで後ろ向き石橋が追っていって通る。ここで滑り込んで福田が走ってヘッドスライディング。天井の映像欲しいですね。あ、上からね、はい。どこで福田選手が切り替えたか、ね、なるほどなるほど。